言ってたんですけど、やっぱこっち来たみたい。あ、来たじゃん。やっと来た。開く。扉開けて。あの、そういうのもあるよ。あの、面白い。これなかなか取れんからね。うん。準備するとか。すごい。上がった。残念。今音がしてる、ちょっと。はい。聞きましょうか。うん。あれコンプレッサーの音なの。おお。ブレーキもそうだし、パンと上げるのも下げるのも全部エアであった。ああ、だからプシューって言うんですね。その動力が全部エアだったね。へえ。あの113のドアがシューンって言わずに閉まるのは、そう、そう、あの黄色い電車のドアが。プシュンって言わずにするのもあるって、なんか子供が発見して。基本はもう全部エアだから。おー。ただそれが4両編成の車両のうちにコンプレッサーがあるのは全部車両じゃないから。あ、なるほどなるほど。車両だけだから先導とかツアーとかいうところの分にはそう音が聞こえないところもある。なるほど、車両によってか。ただしドアの開閉は全部エアだから、うん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 、コンプレッサーは1台かもわからないけど、あー、大体するはずだけどね。扉が開いたり閉まったりする。へえ、そうなんだ。奥が深い。気にもしてないですか。そうそう。子供だからですかね。子供もすごいもんね。すごいもうすごいんですよ。なんかいろいろ教えてもらいます。覚えることが早いやつですね。あれはすごい。で、好きなもんだって余計早いもんね。そう、なんかもう車両も教えてもらってます。あれはすごい、すごいな。小さいことも、ね、好きなものはさ、そう、うん、早いよ、入る。もう自分が乗りたいのも、あ、俺なんか言ったら扉閉めろって言ってくる。後ろも開いてますね。換気ですかね。あ、着いた。俺はチェックしに来るから降りて。ありがとうございました。ます。はい。はい。